このスープうまい。はあ、おいしい。旅で疲れた体に染み渡るよ。ティオ、本日のお料理も大変おいしゅうございましたわ。この舞台に戻った甲斐があったというものです。ガルガさん、ミヤシャさん、それにアストリッドお姉さん、気に入ってもらえて何よりです。最近気づいたのだが、ティオの作る料理は種族ごとに具材が少々異なるようだな。まったく、見上げた気配り上手であります。しかもどんどんメニューが増えてるから全然食べ飽きないんだよな。えへん。なんであなたが誇らしげですの？ティオが褒められることはリゼットの生きがいらしいからな。料理か。ラケルタ族は大抵のものを生で食えるから人間族ほど進んだ食文化はないな。バルク族も生食が多かったらしいけど、他の国との交流が増えるようになって今ではいろんな料理を食べてるよ。その中でも私はカラフルなお菓子が好きだったな。拙者たちビッキ族は東方の食文化をこの西方に持ち込んでおりましてな、特に人間族には広く親しまれております。私も東方料理は好きだ。特に海の魚を使った刺身は絶品だったな。怪魚ですか。一度は使ってみたい食材だな。ティオがこれだけ料理に長けているということは、姉のリゼットもさぞや腕が立つのか？ティオほどじゃないけど、料理の仕込みはよく手伝うわ。お姉ちゃんは舌や鼻が鋭いんです。意見を聞いて味付けの参考にしてます。料理か。ウルグロワではよく作ってたけど、みんなに振る舞えるほどじゃないな。よかったのか、ギルガンジーを置いてきて。お前の不在をいいことに、きっと叫びたりの毎日だぞ。うん、おじいちゃんが行ってきなさいって。でもそうだね、後で手紙送っとかなきゃ。お酒はほどほどにって。私は料理らしいことはあまり。ケーキやクッキーはよく作りますけど。ケーキ、クッキー、ずいぶんと食いつきがよろしいわね。まあいずれ振る舞って差し上げますわ。あれ、隊長がそそくさと離れていく。そういえばリュドミラ隊長はどんなお料理がお得意なんですか？私は全ての種族の食文化を尊敬している。そして食とは生命の営みそのものだ。そう、食べることこそが生き物にとって最高の修行なのだと私は考えている。なるほど。これは聞いちゃいけない質問だったかな。煙に巻こうとしてますわ。休憩を終了とする。総員出発準備。